はい、始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿してるので、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。今回は、建築業正社員12年目、40歳の方の給与明細です。仕事内容は、建築設計業務、図面作成、プランニング、申請業務、予算組、見積もり作成、お客様打ち合わせ、えー、設計事務所管理業務、 仕事に必要な資格やスキルが2級建築士資格以上月の勤務時間が190時間で残業21時間収入が月収40万年収560万ボーナス80万仕事に対する不満としては昔ながらのワンマン経営給料が上がらないやりがいは自分が考えたものが形になる楽しさでお客様にお客様にもよるが感謝される喜びで給与明細です 基本給が25万8000円、チーフ手当1万円、建築士手当2万円、営業手当2万円、現場手当1万円、業務手当2万円、管理建築士手当5000円、家族手当1万5000円、住宅手当2万円、特別手当1万円、年末調整で7562円、通勤手当1万2100円の総支給が39万2538円。 そこから工場が8万2655円引かれて、手取りが30万9883円となっています。やっぱりあれですね、2級建築士以上の資格を持っていたら、これくらい高級な給与明細にな,なることが分かりました。まず基本給からして高いんで、これから年を重ねていったら、かなり高額な年収がもらえることが、 わかります。今回はこれで終わります。チャンネル登録よろしくお願いします。